中舞鶴線跡。国道27号線と並行する路線であった。中舞鶴線跡地には遊歩道が整備されている。北急トンネル中舞鶴駅跡に保存された C58113 中舞鶴線は日本国有鉄道が運営していた鉄道路線の通称。線路名称上は舞鶴線の支線であった。京都府舞鶴市にある マイズル線東マイズル駅からスイッチバックして入線し、同市の中、マイズル駅までを結ぶ路線であった。中マイズル線の建設目的は、マイズル府の兵員並びに軍需資材の輸送を主な使命とし、マイズル高線とともに国策として建設され、1919年に鉄道院線として営業を開始した。戦後も特殊貨物輸送で賑わいを見せたが、 その後に国道27号が整備され、輸送量は減少。国鉄も鉄道の使命は終わったものとし、1972年に廃止された。廃止当時の営業係数は934だった。括弧内は起点からの営業キロ東舞鶴駅北急駅マイナス中、舞鶴駅旅客列車では、福知山機関区所属のキハ17型機動車に両編成が使用され、 宮津線と共通運用が組まれていた。貨物列車では、西舞鶴機関区所属の C12 形上機機関車が、貨物列車を牽引していた。廃線跡のうち、舞鶴共済病院前から国道27号との交流地点までの間は、舞鶴市道北旧桃山線として整備され、多くの市民に親しまれている。またこの区間内にある北急水道は1904年に作られたもので、 夜間は、レトロな照明が当てられる。2002年には、国の登録有形文化財に登録されている。国道27号との合流地点から、終点の中、舞鶴までの線路跡は、国道27号の拡幅用地として転用された。ため直接の痕跡はないが、中舞鶴駅跡の一部は、記念公園として整備され、蒸気機関車、c 5 8系1 1 3号機が展示されている。 なお、舞鶴市役所に隣接する赤レンガ倉庫群内にある舞鶴知恵倉では入れ替え用のディーゼル機関車や中舞鶴船の模型などが展示されている。ありがとうございます。